キング、リンチェプリンスヒーローの用途スノースノーマンミアだ徹底、ザ・ミュージック・デイメドレーが話題話題。顔面偏差値に迫る、華やかなパフォーマンスが話題に、日本テレビ系の夏の恒例音楽特番、ザ・ミュージック・デイが今年も多くの視聴者を魅了しました。特に、キング、 リンチェのセンター平野ノシとスノースノーマン宮舘亮太が参加したジャニーズシャッフルメドレーが視聴者やネットユーザーの注目を集めましたた。ヒラノシの魅力が顔面偏差値として話題になり、その演技に対する賞賛が相次いでいます。本文、ザ・ミュージック・デイでのパフォーマンスが話題沸騰。7月2日に放送されたザ・ミュージック・デイでは、 ジャニーズシャフルメドレーが注目を浴びました。中でも、平野紫洋画シクストーンズへの松村北斗、スノーマンの宮舘良太、にわ男子の高橋京平とともにタッキーやの翼のビーナスを披露した瞬間、視聴者たちはその圧倒的な存在感に驚きました。特に、 平野がタッキーを彷彿とさせる白い大きな羽を背負った衣装で登場し、ステージを章らし出すような存在感を示したことが話題となりました。一方で、松村北斗が今井を想起させる黒い騎士のような衣装をまとい、ステージの中心で歌い踊る様子もファンたちにとっては感動的な瞬間でした。ネット上の反響、平野耀の花がある。放送後。 ツイッター上には平野仕様に対する翔さんの声が相次ぎました。父親からこの子は水い圧倒的に花がある。だって、おばあちゃんと一緒にテレビ見てたら、この子は綺麗で花があるね、って言ってる、といったコメントが数多く寄せられ、平野の顔面偏差値が注目されています。 特にジャニーズシャッフルメドレーのパフォーマンスについては、ネット上に平野仕様が光を放っている。平野仕様にしか目がいかない。平野仕様のかっこよさが人間じゃない。天使。といった熱狂的な声援が広がりました。これにより、平野のファン層が一層拡大したと言えるでしょう。宮舘涼太の存在感も際立つ。一方で、 注目を浴びたのは平野仕様だけでなく、スノーマンの宮舘良太も視聴者の注目を集めました。特に平野との共演によって宮舘の存在感が際立ったとの声も見受けられます。 平野と館様の会話って平和そうだから聞いてみたいジャニーズっぽくない見た目の館様だけど平野と一緒だとなんか和むスノーマンでは渦漏れがちな館様が平野と一緒だといい感じといったコメントが寄せられ宮舘のファン層も拡大の兆しを見せています。女性指揮者によれば、館様、米印宮舘のあだ名のことまで注目させる平野の引きの強さ。 といった声もあり、平野の魅力がジャニーズグループ内外で広がっていることが伺えます。平野耀と宮舘涼太、ジャニーズの新たなスターの台頭、ザ・ミュージック・デイでのジャニーズシャッフルメドレーは、平野耀と宮舘涼太を中心に視聴者に感動と興奮を与えました。 平野の顔面偏差値がネット上で話題になり、宮舘もその存在感が際立ったことで、二人のファン層が拡大傾向にあります。今後、キング、リンチェとスノースノーマン活動に注目が集まることは間違いなく彼らがジャニーズエンターテインメントの新たなスターとしてさらなる成功を収めることが期待されますマックス。このザ・ミュージック・デイでのパフォーマンスは、 彼らの才能と魅力がさらに開花するきっかけとなったことでしょう。